カブス4月3日ロッキーズ、24日、日本時間25日、リグリーフィールド・カブスは劣勢だった6回に、この回、先頭打者の鈴木誠也右翼手の二塁打から反撃が始まり、逆転に成功。1点差を守ってホーム最終戦で勝利を収めた。1対3の状況で迎えた6回、カブスは鈴木が左翼戦を痛烈に破る二塁打で出塁。 これで反撃ののろしを上げると、ダンズビース・スワンソン遊撃手のン打、ヤン・ゴームス捕手の儀比が続き、鈴木が生還して1点差に。この場面で打席に入ったパトリック・ウィズダム3塁手が22号ツーラムを放ってついに逆転を叶えた。これでカブスはロッキーズとの3連戦をスイープし、ワイルドカード争いで3位圏内をキープ。レギュラーシーズンのホーム戦はこれが最後だが、 プレイオフ進出が決まれば10月に戻ってくることができる。試合後、デイビッド・ロス監督、選手たち、スタッフがフィールドに出てファンに手を振ったが、MLB 公式サイトはその様子を、ファンに別れを告げるためというよりも、また会おう、という挨拶のようだった、と描写した。ロス監督は、チームの応援歌が流れる中でファンにお礼を言い、彼らの歌や歓声を聞くのはいつだっていい気分だよ。 見上げると、スタンドには4万人近いファンがいる。我々は彼らの愛情に少しでもお返しできたらと思っている。と観客のサポートに謝意を述べた。